皆さんこんにちは。私、東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科で学科主任をしております久原と申します。今日は今からインタラクティブメディア学科の紹介をしていきたいと思います。まずはじめにこのインタラクティブという言葉の説明をしたいと思います。学科の名称にもなっているキーワードなわけですけども、このインターとアクティブという2つの言葉の合成語となっています。インターはお互いに、そしてアクティブは作用する、文字通り言うとアクティブということで、お互いが両方ともアクティブであるというそういう考え方です。でそれをインタラクティブアート、芸術分野に当てはめるならば、通常の芸術は作者がいて鑑賞者がいて、作者の方からメッセージが一方方向に伝わるわけですけども、インタラクティブアートの場合はこの作品に、作者の作品に鑑賞者が加わって、インタラクティブにお互いがアクティブに関わり合うことによって成立する芸術ということができます。その際に鑑賞者の動きを取るためですけれども、センサーとかカメラとかマイクなどを使って、あるいはコンピューターやプログラミングを必ず使いますので、そういった意味ではインタラクティブアートは IT 技術を駆使したそのようなアートということもできると思います。で実際に世間でこの IT とアートを融合したどんな仕事がなされているかということで、この3つのそのクリエイティブな会社を挙げておきました。最初のチームラボ、これは非常に今有名で、お台場とか豊洲にいいミュージアムがありますけども、プロジェクションなどを使って、そしてお客さんの動きや反応を反映して、その映像が移り変わるような、そんなインタラクティブなアートのミュージアムを展開しています。でその隣にあるライゾマティクスですけども、これもあのダンサーのパフォーマンスを演出しているその例ですけども、3人の女子のユニットのダンサー その洋服にプロジェクションするという、そういうパフォーマンスです。このダンサーは動くので、その動いているものにプロジェクションするというのはとても難しい技術ですけども、そのようなことを実現しているわけです。それで3番目のこのネイキッドですけども、これはプロジェクションマッピングといえばネイキッドというぐらい非常にメジャーな会社になっていて、建造物に対してプロジェクションするイベントなどよくやっておりますが、有名なところとしては東京駅のプロジェクションマッピングなどがとても有名です。こんな仕事が世間でなされていますが、うちの学科でどのような教育をしてこういう技術を身につけているのか、その紹介をしていきたいと思います。うちの学科はここに挙げた4本柱でカリキュラムが組まれています。ウェブとインタラクティブアートとコンピュータグラフィックスとサウンド、この4つです。一つ一つ見ていきたいと思いますが、まずウェブについてですけども、まず HTML や CSS を使ってそのウェブサイトを構築するということをしっかりと基礎から学びます。そして発展的に JavaScript などを用いてインタラクティブな仕組みをウェブの中に構築したり、あるいはデータベースを使って、PHP や MySQL、Node.js といったそういったものを使ったそのより発展的なサイトを作ることもありますし、あるいはここに API と書いてある通り、さまざまなそのサービスとの連携もしています。そのうちの一つの例で、これは Google Maps API を使ったアプリケーションの例ですけれども、これはあの Google マップの地図の絵の模様を自動でプログラムして、そしてきれいな自動で色が塗られるような地図のアプリケーションソフト、これこういった作品を作ることもありました。そして2つ目はインタラクティブアートという分野ですけども、これはかなりの程度プログラミングをしっかりとうちの学科で教育しております。ここに挙げたプロセッシングであるとか MaxMSP とかオープンフレームワークスとか、主にこのアーティストやデザイナー向けに開発されているプログラミング言語を使ってメディアをプログラムしてさまざまな作品を作っていきます。ここに挙げられている写真の例は、魚の群れの動きをシミュレートしたプログラムに、人の動き、音とか人の動きに反応して魚が泳ぐというそういうプログラムの例になっています。そしてもう一つの鍵となる言葉がパーソナルファブリケーション。これインタラクティブアートを作る上では欠かせない用語ですけども、いわゆる大量生産で作られたものを使うのではなくて、自分で個人に合ったものを 3D プリンターであるとかレーザーカッターであるとか、そういったものを作って、それを作品作りに応用していきます。さらにはこの下の方にちょっと出ているこのアルディーノという、いわばアイコンと言われているものですけども、これアーティスト用に作られたもので、 LED であるとかさまざまなセンサーを制御するのにこのようなアルディーノを使って作品作りをしています。そして3つ目、これが CG あるいはデジタル映像と言われているもの
ですけども、まあ、CG はうちの学科はかなり長い年月かけて教育してきています。まあ、CD というのは基本的にはパソコンの中でそのキャラクターをモデリングして、そしてレンダリングして動かしてアニメーションやゲームを作るということに使われますが、まあ、最近はそのパソコンの中にモデリングしたそのキャラクターを 3D プリンターなどを使って外にアウトプットして、まあ、現実のものとして実現することができますので、バーチャルの世界とリアルな世界とが今や行き来できる、そんなことが CG で可能になっています。そして4つ目がサウンドということです。でそのサウンドに絡めたパフォーマンスなども行われています。その曲を作ったり、それをミックスしてエフェクトをしたりとか、そういう音楽制作の基本的なことをしっかりやるとともに、それを用いたパフォーマンスなんかも使っています。この下の方にある写真は録音スタジオと、そして撮影する映像スタジオです。でこのさらに右にあるちょっとこう変わった楽器がありますけども、これは学生がレーザーカッターなどを使ってオリジナルの楽器を作った卒業制作の作品です。これは木琴、鉄琴、そういったものにその円盤を回して擦り合わせて音を鳴らすというちょっと独特の楽器で、フリクションボックスという作品で、とても面白い作品を作っていました。こんな感じで、学科の教育がなされているわけですけれども、まあ、実際どんなふうな成果が出ているか、うちの学科は設立されて10年ほど経つわけですけれども、非常にユニークな作品が今まで作られてきました。いくつか紹介したいと思います。これはキラミントンという作品で、まあ、ゼミの学生が教員とともに作ったものです。で横浜のスマートイルミネーションというイベントがあるんですが、そこで、出展したものでとても面白いものです。こちらに LED がこう地面に敷き詰められていて、そしてバドミントンのラケットと、そしてシャトルにも LED が入っています。でもちろんセンサー、 3D の加速度センサーなどが入っていて、その動きに合わせて LED の点滅がキラキラ変わる、そういうイルミネーション、バドミントンをしながらイルミネーションの美しさを見るという、そういう楽しい作品になっています。でこれはツイートサーハープという作品ですけども、これはレーザーハープというその電子楽器がありまして、まあ、それはちょっと写真に出てますけども、レーザー光線を手で遮ることによってちょうどハープの弦を弾くような感じの楽器です。そして弦を遮ると、光を遮ると音が鳴るわけですが、このツイートハープというのはそのツイッターでつぶやかれたそのつぶやきをリアルタイムにパソコンに落とし込んで、そしてレーザー光線を遮ると音が鳴る代わりにそのつぶやきが再生されるという、そういうシステムです。まあ、ちょうど6本の弦が設定されていますので、6個のそのつぶやきがパソコンの中に入っていて、それをリアルタイムにこう演奏するものです。で演奏すると同時にそのツイートのテキストをこのプロジェクションをして、そのグラフィカルな部分も楽しませています。そして鑑賞者はその場で自分でツイートすれば、自分のつぶやきがその場で演奏に反映されますので、鑑賞者もこのパフォーマンスに参加できるという非常に面白い作品です。まあ、これはミシガン大学に持っていってコンピューターミュージックの学会で発表していくと、とても高い評価を受けた作品です。そして3つ目ですけども、スパンデックス障子シンセサイザーというものです。まあ、これも海外のミュージアムに展示してきたんですけども、これはシンガポールのアートサイエンスミュージアムというところで採択されて展示されました。まあ、これは伸び縮みするスパンデックスという生地の素材があるんですが、それを障子の和紙の代わりに貼って、そしてこう伸び縮めさせると、そのたわみ具合に応じて音とグラフィックが変わるというものです。これには後ろの方にキネクトというマイクロソフトのセンサーがあって、このキネクトはその3次元のこの奥行きを察知することができるので、たわみ具合を正確に察知して、それに合わせて等高線のようなグラフィックが出て、そして周波数もたわみ具合に応じてキュイーンという感じな音が鳴る、そういう作品になっています。とても子どもたちに喜ばれた面白い作品でした。そして具体的にこのような作品を作っていく学生がどんなふうに進路を進んでいるかという例を挙げておきました。うちの学科の場合は本当にこう様々でして、ウェブ関係に行く学生もいれば、 CG や映像関係に行く学生もいますし、サウンドのに進む学生もいます。あるいはゲーム会社であるとか、あるいは通常のアプリケーション開発 SE になる学生もいます。そして大学院にさらに進学して学び続ける学生も毎年少なからずいます。まあ、具体的に
今活躍している企業の名前を挙げておきましたけれども、いわゆるゲーム会社であるとか、あるいはチームラボのようなインタラクティブなアートをやっている会社であるとか、ヤフーサイバーエージェントのようないわゆる IT の業者であるとか、広告代理店とか、本当にさまざまなところに活躍しています。そしてもう一つ特筆すべきこととしてここに挙げられていますけれども、うちの学科は芸術学部でありながら、その情報の高校の教員の免許が取得できます。それほどうちの学科ではコンピューターやプログラムやあるいは IT に関するカリキュラムが充実しているということになるわけですけれども、芸術学部の中で情報の教員免許が取れるのは非常にこう珍しいんじゃないかと思っています。まあ、ということでざっくりとうちの学科の説明をしてきました。いかがだったでしょうか。もしインタラクティブメディア学科に関心があるならば、ぜひウェルカムですので、うちの大学に来て一緒に学びたいと思います。ではご清聴ありがとうございました。インタラクティブメディア学科の学科紹介でした。